こんにちは、大輝の器奥田大輝です。鎌本散策路街歩きイベント2日目でございます。はい、ちょっとうちの周辺がですね、どんな感じなのかを今日は紹介したいと思います。雨降ってきました。それではどうぞ。はい、坪八です。ここです、鎌本ナンバー2ですね。はい、あら、今午前11時頃なんですけども、いやーちょっと4月8日雨が降ってきましたね。どんどん、はい、こんな感じです。こんな感じです。はい、この道をね、皆さんね、歩いてきていただけるんですけど、非常にね、うちは遠いんで、はい、ご苦労様でございます。はい、ここですね。これ横の道入ったらね、はい、こんな感じなんですよ。この奥見えてるこれですね、ここが、はい、いわゆる工場です。商品を作ってます。2階の窓が開いてるということは、今今日親父ここでちょっとですね、親父は傘立ての仕上げをしています。はい、はい、ちょっと歩いていきましょう。もう横がね、もう山なんです。はい、こんな感じですね。はい、はい、関係者以外立ち入り禁止です。もうよからぬね、今よからぬ人とかもいますからね。はい、一応防犯はね、やっぱりしっかりしております。しっかりしてるのかな、しっかりしてます。はい、おー、これですね。はい、試作品の失敗の数々のものをここに置いております。はい、行きましょう、行きましょう。鎌本散策路ですからね。はい、いるだけですね。はい、鎌本の様子を、はい、お伝え知っているかなと。うちに来ていただければですね、この感じで、はい、たぬきさんがね、2匹お出迎えしています。はい、やっぱりね、こう、しがらきといえばたぬきね、こう、すべてのですね、素晴らしい、もう全てを統一する、この全ての何ですか、店先を統一してしまう、この何ですかね、雰囲気をもう完全に形作ってしまう、こうタヌキね、そうですね、もうね、やっぱりおしゃれな鎌本ですから、やっぱりタヌキがお出迎えでございます。はい、おっとっと、はい、で、はい、こののれんをね、くぐってください。はい、はい、こちらQR コード、各鎌本散策路ありますんでね、アンケートに答えたら、そこから抽選で陶器を郵送させていただきます。抽選で当たりましたら。はい、どーんと、はい、こんな感じです。はい、これね、こう作っていただきました。ありがとうございます。で、実物の商品はこちらです。ね、水金靴が、はい、上がないやつ、あるやつ並んでます。はい、はい、これ本日のトービーズメダルです。はい、明日までね、まだまだあのうちは端っこですんで残ってると思いますので、ぜひ来てください。他にもね、どんなものがあるんでしょうか。はい、この水金靴、これですね、もう話題騒然、炭水化物ラブ皿ですね、これが。はい、いやー、もうね、いろんなところからですね、ふざけるなと言われた炭水化物ラブ皿でございます。はい、来ました。はい、タケノコの里専用陶皿、キノコの山専用陶皿、これいつまでこのキノコはね置いているんでしょう。
こちらキットカット専用皿です。はい、はい、スポット類ですねこれ。はい、音を増幅させて出しますよ。どうぞ。ただ iPhone7 は入りません。 iPhone7 とか6 Plus になるともう入りません。すいません。はい、こんな鳴って、はい、出ました、出ました、スティールメイト出ました。もうね、幕張まで谷藤太先生と一緒に行ったこのスティールメイトです。はい、展示販売しております。はいはいはい、かっこいい、かっこいいですね。別に何に使えるっていうわけじゃないんですけど、藤太さんが、谷藤太先生が、はい、部品を作りました。別にね、組み込めるわけじゃないんですよ。ただ彼の一つのこだわりで、スティールメイト のセラミックアーマーの部品を作ってきましたね。はい、どうするんだと。これ一個だけを買うお客さんとかいました、ね、ワンフェスに行った時はこれ一個だけを買うお客さんとかがいましたね。これね、何に使うんでしょうね。まあ、何かにこう組み込むんでしょうね。ここら辺もね、やっぱりヒントがあるような気もします。ぜひ見に来てください。はい、壺八が作っているご飯土鍋です。はい、2号炊き用です。はい、ご飯を炊く土鍋です。で、こちら3号炊き用のご飯土鍋です。はい、形がね、これだけいびつでしょ。はい、全部ね、私手作りで作ったんですよ。はい、ね、ろくろが下手くそっていうのが分かりますね、これね。しかしもう作ったのはもうね、8年ぐらい前のもんなんでね。はい、まあ、とあるね、氷さんにね、あれなんです、話をお願いありましてね、こちらを持っていったらね、もっと大きいもん作れへんのかとか、泡が吹くっていうことをですね、散々お叱りいただきまして、こういろいろと改造して作ったんですけども、はい、結局、はい、取引になりませんでした。厳しいですね。それでは皆さん、本日はさようなら。それだって、嫌いに。